in life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. マリーナチューブ始まるよ。 Hey guys, it's Marina. 皆さん、おはようございます。今はね、朝の7時半でございます。今日はこれから宮古諸島の伊良部島で開催される第1回ワンセブンエンドハーフマラソンに参加したいと思います。はい、もうコロナ後初のマラソン大会に参加です。あ、もう超楽しみ。今日はね、11月13日になります。一応宮古島に2つマラソン大会があったんですよ。宮古島で開催される宮古島エコマラソンというマラソン大会と、伊良部島で開催される伊良部島ロマン街道マラソンっていうマラソン大会があったんですけど、それを今回合併しまして、くっつけちゃって新しくマラソン大会を作りました。それが今回私が参加する第1回ワンセブンマラソンになります。イエーイ。これは正式名称なんだろうね、17エンドマラソンなのか、ワンセブンエンドマラソンになるのか。17エンドマラソン、コースがありまして、まずファミリーコースが2キロ、子供と一緒に参加するコースになりますね。あとは7キロのコースと、あと私は今回21キロハーフマラソンに挑戦したいと思います。私ね、コロナの前はたくさんマラソン大会出たんですよ。コロナでね、マラソン大会もなくなるじゃないですか。中止で、今年から日本中でマラソン大会をね、また再開し始めて、秋と冬はマラソン大会シーズンなので、はい、友達とかも今日は岡山マラソン出てる人もいれば、あと筑波マラソンも多分今日かな。もう日本中マラソン大会ですよ。私ね、コスプレランナーなんですよ。大学生の頃かな、マラソンにハマって、でいろんなコスプレをして走るんですよ。大阪マラソンはマリオで走ったし、石垣島マラソンはいつもミニオンで走ってるし、あと何やったかな、あとはなんかちょっと可愛らしい格好をして走ったりとか。はい、毎回ね、マラソン大会は一人ハロウィン状態です。あ、喋りすぎだね。もうあと30分しか時間がないから、顔だけはもう作ってあるから、もう髪の毛とお洋服着替えて、はい、行きたいと思います。じゃ準備していきましょう。私が今日着る洋服なんですけど、じゃーん、今日はミニオンちゃんです。ミニオンちゃん、ちゃんとね、あのゴーグルもあります。はい、でこのリュックサックに荷物を詰めて、これもちゃんと持って走るので、ね、でこれが今日のゼッケンです。私は1546ですね。で、はい、リュックサックにはこういうスプレーとかも持って入れて走ります。でハーフマラソンだから多分使う人はあんまりいないと思うんだけど、私はフルマラソンとか走るときは、はい、スプレーとか、あとお塩とか持って走りますね。そしたらさ、足痛めてる人とかいたら貸せれるので、このスプレーね。はい、これ飴玉です。飴玉買ってきました。はい、多分ね、友達とかちっちゃい子供とかたくさんいるはずだから、飴玉を配りながら走りたいと思います。飴玉配りのおばちゃんです。イエーイ。ではね、着替えていきましょう。ほんと時間がない、やばいやばい。いつもギリギリになっちゃうんだよね、早起きしても。なんでだろう、今日5時から起きてるのに。今日はね、もう気温がね、28度から30度まで上がるということので、塩分チャージ必需品です。はい、お着替え終わりました。あ、ミニオンです。ミニオン、ドーン。あとはゼッケンをつけておにぎり食べて準備完了です。じゃあご飯食べてね、行きたいと思います。レッツゴー。はあ、ほんと楽しみ。久しぶりのマラソン大会。地元でなんかコスプレするの恥ずかしいね。知り合ったら。みんな写真撮ろうね。ちょっとさ、左膝の調子が悪いからさ。テーピング買うの忘れたんだよね。テーピング買うの忘れちゃった。頑張れ、私の膝。とりあえず今回制限時間が3時間30分と、めちゃくちゃ優しいマラソン大会になっております。ハーフマラソンが3時間30分なの、優しくない？めっちゃ。だから膝に無理ない程度に完走目標で楽しんでいきたいと思います。イエーイ。マラソン大会は楽しんだもん勝ちなので。はい、会場着きました。今駐車場なんだけど。あ、準備してたらお父さん先に行っちゃったから、お父さん探さないといけない。で今日ね、天気予報がもうめちゃくちゃやばくて、暑くなりそう。28から30度ぐらいまで上がるみたいな。やばいね。あ、途中で曇りになるか、雨降ってほしいな。熱中症にならないように頑張ろう。とりあえずお父さんを探せなんだ。境場どこだい？今来るのに来るの？うん？これ、もう来て走るの？
おにぎりもいっぱい入ってた。おにぎりはこれだけ。可愛いでしょ、ミニオン。うん、ありがとう。楽しんでくんね。I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I. GoPro, なんか調子悪くて、今携帯撮ってるんですよ。ここは観光客に人気の17エンドです。ああ今ね、潮が満潮だから浜見えないんだけど、潮が引いたらここに浜ができます。白い綺麗な砂浜ができて、フォトスポットとして人気なので、はい、皆さんぜひ17エンド来てみてください。ここを通れる大会です。で、今から17エンドを過ぎて折り返し地点に行きたい、折り返していきたいと思います。世界頑張れ。行ってらー。折り返し、ここで5キロちょいかな。折り返しでーす。はい、折り返しでーす。よし、行こう。少し行ったら給水所があるから、そこでお水飲む。あ、いってらっしゃい。給水所までもう少し。あ、給水所もっと欲しいね。道の端っこ給水所です。あー、綺麗。これ見ながら走るって言ってオカリナみたい。暑い。すごい走ってたフォロワーさんがいつも見てますって言った。ほやらの人に言っちゃう。私なんてあと8キロあるのに、あの人も5秒だわ。栄えが来ました。お父さん頑張れ。竹とニーニー先に行ったね。見かけた。ファイト。いってらっしゃい。もうちょっと肩からスト1個あるくらい。ファイト、ファイト。いってらっしゃい。はい、またゴールで。はい、ゴージさん、お帰りなさい。あと1回坂がありますよ。はい、ファイト。はい、いってらっしゃい。それでは全然歩いてよ、エイドに。あの坂がね、15キロ地点ぐらいかな、やる坂なんだけど、もうめちゃくちゃ長い坂なんだけど、ここを登れば折り返しなので、ゴールに向かう折り返しなので、では行ってきます。ファイト。頑張ってー、サーチ。ファイファイト。はい。あ、守るか、おかえり。はい、登って登って、ありがとう。バイバイ。あと15キロです。髪の毛やば。ということは15とか、あと6キロ、あと6キロですね。頑張っていきましょう。これ絶対気持ちいい。はい、シャワー入ったら落ちろ、落ちろ。あ、水飲みたい。はい、シャワー無料です。これ絶対気持ちいい。折り返し。おー、ちょっと難しい。あとはゴールにまっしぐらです。私の好きな伊良部島の絶景スポットの一つです。ああ、生で見たらめちゃくちゃ迫力あって綺麗だから、みんなにぜひ見てほしい。
change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm back. ありがとうございます。可愛いよ。これ梅？はい。うちの孫に見てもらうぞ。孫になろうかな。おうちラブだから、ありがとう。こっから見る夕日ね、めちゃくちゃ綺麗なの。夕日、少し沈むんだけど。20キロ、あと1キロです。よし、で1キロ。ほいっと、私。足がね、右足がちょっとつりそう。お父さんも行きたい。あ、あれ久しぶり。お父さんは早いから。はい、ゴール。あれ、あれゴール。よし、足つりそう。やばい。やっぱりゴール付近だったら友達いっぱいいる。あ、でももうめっちゃいい。イエーイゴール。あの可愛い子ね、ね、似合ってる似合ってる。ありがとうございます。お疲れ様です、中田さん。え、これどこピーするの。ちょっと待って。はい、これを、はいはい、ありがとうございます。お疲れ様です。テントですね。はい。もらったー。感想書、お疲れ様でした。お疲れ様です。うずまきパン。うずまきパン、ありがとう。あっちで OK。ちょっと荷物取ってくるね。たらーん。参加賞は徳山パンのうずまきパンと、たらまこきとうじゃん。ほら。タラマ黒糖美味しいんだよ。タラマ島の黒糖が。これ飲み物を買いに行こう。なんか野菜とかやってるんだけど、ほら、私はちょっと飲み物が飲みたいので飲み物を買いに行こう。お疲れ様です。で、水とポカリとかってあります？ポカリはないですね。ない？どうしようかな。お父さんポカリないってよ。ポカリないって。何がいいか。カルピスとかファンタでいいよ。ファンタ飲む？じゃあファンタとお水1個もらっていいですか。500円です。じゃあ500円。ありがとうございます。メイクも落ちてるね。メイクも落ちてる、やばい。お父さんの親友ちゃんが多分制限時間ギリギリぐらいでゴールするはずだから、それをね、見たいと思います。見て、このリュックね、フルマラソンも一緒に2回ぐらい走ってるのね。そしたらね、ほら途中で切れちゃって。私8キロぐらいさ、これを持ったまま、抱えたまんまさ走ってた。お疲れ様ミニオン。これもかわいいね。お疲れ様、いつも一緒に走ってくれてありがとう。おかえり、ラストラスト、いってらっしゃい。上がったらゴールです。なんかもう暑すぎて熱中症の人がめちゃ出たっぽいよ。ちゃんとフォトブースもあります。これいいね、フォトブース。写真撮りたい。はい、ということでお疲れ様でした。もう本当にお疲れ自分。で、これがたらん、参加賞の T シャツですね。デザインは可愛いんだけどさ、めちゃくちゃ眩しくない？太陽の光に反射したらマジやばいよ。個人的にはね、参加 T よりかは参加賞はタオルの方が嬉しいんだけど、でもまあ大体の大会は T シャツかな。もう本当に本当に本当に暑い。暑かった、暑かったね。でもね、なんとか完走できたので、制限時間以内に。もう制限時間が3時間半なので、一緒に時間53分で、ゆっくりゆっくりみんなにこうやって手を振りながら、ミニオンミニオンって言われて、こう手を振りながら走った感じです。多分明日はね、ここがね、筋肉痛です。はい、足じゃなくてここは筋肉痛。よくあります。コスプレをするとね、本当にたくさんの人に応援してもらえます。で、大きな大会だとフルマラソンって42キロでしょ。42キロも応援が絶えなくて、めっちゃ頑張ってって言ってもらえるから、ありがとうありがとうって走ったらね、ここが筋肉痛するんですよ、ここが。そう、面白いよね。皆さん今回も応援たくさんありがとうございました。もう2年ぶり3年ぶりのマラソン大会で、地元のね、第1回の新しいマラソン大会に出ることができて、とてもね、いい思い出になりました。まず走ってみて、まあ個人的に思ったのが、宮古島11月めちゃくちゃ暑いです。前半の11キロ10キロ、はい、半分はもうエイド
給水所が全然なくって熱中症になってる方もいました。あれはなりますね、なります。本当に暑くて最初の10キロメンタルやられまくりで水どこみたいなそうで、後半は大会が主催してるエイド給水所の他に会社、例えば民宿キャンプ村とか、あと介護施設の方とか、あの本当にいろんな方が簡易の給水所とかを作ってくれて氷をくれたりとか、もう氷めちゃくちゃ嬉しいね、あと水をぶっかけてくれたりとか頭から、もうあれは本当に助かりました。皆さん貴重な日曜日の時間を我々ランナーのために使っていただきありがとうございます。もう代表して言わせてください、ありがとうございます。前半のエイドは増やした方がいいなと本当に思いました。私だけが思ってるかなって思ったら、私の周りのランナーさんもそれは言ってたので、はい、多分皆さん結構思ってるんじゃないかなと思います。後半の10キロはそういろんな方がエイドを作ってくれてたので、はい、そこは足りてたんじゃないかなと思います。フルの役だからもう少しあったらね、もっと充実したマラソン大会になるんではないかなと、はい、個人的には思いました。まあ、第1回目だからさ、これからね2回3回4回とね試行錯誤をしながら、あのマラソンはどんどん良くなると思うので、もっともっといいマラソン大会になればいいなと思います。でこれからね多分どんどん観光客とかも呼び込みとかするとは思うんだけど、大体は地元の人が出る大会ですね。今回マラソンレース、まずスタートのオープニング撮ろうと思ったら GoPro が急につかなくなって、えみたいな。だからスタートの19、8、7、5、4、3、2、1っていうカウントダウンも取れなかったし、でスタートしてからもうカメラでまず取れないどうしようって合わせてるのにスタートしちゃって、それでガーミンつけようって思ったら、あ、ガーミンってわかる？ガーミンはね、あのマラソンしてる人は知ってると思うけど、ガーミンっていうタイムとか測るあの時計があるんだけど、私基本ガーミンしてるんで、その時計がなんかバグっちゃって、あらららみたいな、私がどっか変なボタンを押したのか知らないけど、だからねあのちょっとタイム取るのが遅れちゃって、でそれでもまた慌てて、だから今回はもう GoPro ではあまり撮影しなくてもずっと携帯でこうやって、まあいろいろハプニングはあったけど、なんか楽しいマラソン大会でした。次はね那覇マラソンなんだけど、ちょっと練習不足を感じたので頑張りたいなと思います。那覇マラソン何着て走ろうかなっていうの、面白かったのが、まあ、リアルマモルくんはさ、リアルマモルくんにも久しぶりに会ったの。地元のちっちゃい大会だからコスプレしてる人ねえかなと思ったら、まあ、リアルマモルくん、まあ、リアルマモルくんはねもう宮古島で有名人だから、あとミッキーマウスしてる人、私ミニオンしたでしょ、ピッコロだったかな、あのドラゴンボールのキャラクターをしてる方もいらっしゃって、で皆さんめちゃくちゃフレンドリー楽しかったです。で私伊良部島出身なので、もう大体お父さんの知り合い多いんですよ。お父さんはもともと若い頃からマラソントライアスロンしてたから、だからもう世界の娘みんなにいろいろ声かけられて、お父さんも先に行ったよみたいな、あんたはまだかみたいなことなんか言われたりとか、ほんと久しぶりにおじさんおばさんとか高校生の同級生とか、なんかちょこちょこちょこって見えて、そうみんなで写真撮ってとか、いろんな人に会えた大会だったから、私は個人的にめちゃくちゃ楽しかったですね。今回のワンセブンエンドハーフマラソンは走りたい走ってみたいとか、あと地元の人ってね、みんなワイワイしながら走る大会なので、本当に制限時間もね長いし優しい大会なので、ぜひ宮古島に住んでる方とか、あとマラソン初心者だなって思う人もぜひ出てみたらいいかなと思います。でね、マラソン大会も日本全国でまた再開してるじゃないですか、だからねこれからマラソン大会の動画も増えると思います。もういろんなマラソン大会出てみたくて、そう YouTube には載せてないんだけど、私結構いろいろ出ました、マラソン大会。大阪も出たし、水戸黄門マラソンも出たし、そうだね、埼玉国際マラソンも出てるし、いろんなところ行ってるので、はい、これから巡ってみたいなと思います。海外のマラソンに出るっていうのも私のやりたいことリストの一つなので、いつかは海外にも行ってみたいなと思います。はい、すいません長くなったんですけど、あ、マラソンというか楽しそうだなとか思ったらぜひいいねお願いします。私ね、この YouTube に大好きな旅行、アウトドアなこと、そして地元宮古島のことを挙げてるので、もしよかったらチャンネル登録をして世界中、そして宮古島を旅しましょう。はい、そして YouTube の概要欄、 Instagram の方もチェックお願いいたします。 Okay guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. チャオチャーン。とりあえずシャワー浴びて、昨日の夜中にアップデートされたアニメがあるからそれを見て、眠かったら昼寝するし、眠くなかったら動画の編集でもしようかな